こんにちは、アイルーです。今回は、ステージ入れ替えで追加された新ステージの、時の管理局ステージを電気うなぎ味で走っていきたいと思います。ステージ入れ替えが来るたびにしてるやつですね。電気うなぎは特に引いてて強いわけじゃないけど、どのステージでも使ってて爽快感があるから、新しいステージが来るたびに試したくなるんだぜ。引いてて強くない?とは言いつつも、高速ダッシュや障害物などがステージに多いと、全然今でもランキング乗れるポテンシャルはあるんですよね。なので、新しいステージが来るたびに、電気うなぎは新ステージで強いかどうか、電気うなぎチェックを行う必要があるんですね。別に必要ではないんだぜ。まあなんというか、新しいステージで強いのかどうかっていうのは、電気うなぎはほんと走ってみないとわからないので、どれくらいスコア出るのかわからない、ワクワク感はあると思います。そんなこんなで電気うなぎで走ってみてるわけです。それじゃあここで電気うなぎの能力をサクッとご紹介するんだぜ。電気うなぎは一定時間ごとに能力ダッシュをして、能力ダッシュ中は画面内の障害物を破壊して、能力ダッシュで壊した障害物の破壊スコアが上がる効果もあります。また、常時発動能力として、高速ダッシュの速度が他の子より速くて、高速ダッシュ中に虹クマなども引き寄せられるスーパー磁力をまとってます。あと最近気づいたけど、能力ダッシュする時の固定スコアもそれなりに大きいんだぜ。電気うなぎはレモン味と似た能力ですが、固定スコアが大きかったり、障害物破壊スコアがそこまで高くなかったりして、レモン味ほどステージの障害物の多さなどに影響を受けない感じがしますね。レモン味と比較したらそうなるだけで、他の普通の子よりかは影響を受けるんですけどね。それでペットは、一定時間ごとに障害物を破壊してスコア生成するんだぜ。このペット能力、詳しく言うと、一定時間ごとに障害物を破壊するというよりかは、一定時間ごとに能力カウントが溜まって、能力カウントが溜まってる状態で障害物を発見すると破壊するんですが、いつも走り終える時に能力カウントが余っててもったいない感じしますね。そのために走り終える時に延命ジャンプしたりしてみても、一気に全部消費できるわけじゃないし難しいんだぜ。でもペット能力発動して破壊したら即スコアプラスされるのは嬉しいです。最後の最後でなんとなく延命ジャンプしてみたら、ペット能力発動してうまく走れた感出せますからね。そしてその後ペット能力カウント余ってることに気づいて、そこまでうまくないかもってしょぼーんとなるんだぜ。電気うなぎペットは基本的に意識しなくても発動してくれてますが、割と障害物の配置に影響を受けてるんですね。いっそ、ステージ中に障害物が一切ない区間とか用意したら、能力カウント20くらい溜まったりするのかな。そしてその後の区間で障害物大量に配置して、一気に発動できるようにしたいんだぜ。一回発動したら270万点くらい生成されるので、それだと一気に5400万点くらいスコア増えて気持ちよさそうです。でもそんな風に試させてくれるステージはなくて、どのステージも定期的にガス抜きできちゃうのよね。でもそのおかげで意識しなくても発動しててくれるんだぜ。そんな話は置いといて、今回の編成ですが、今回の時の管理局ステージで相性がいい宝物の手際は最優先で入れるとして、宝物残り2枠に何を入れるかですよね。それでとりあえず、電気うなぎはダッシュが強くて距離稼ぎやすいので、クマゼリーメダルとビーンを入れてみたんですが、今回の編成のスコアより1300万点くらい低くて、エンジンと隕石キャンディにしたら今回のスコアが出たんだぜ。エンジンはなくても、延命したらダイボ3つ取れたんですが、電気うなぎはエンジンと相性がいい能力なので、エンジン入れてもスコアロス少なくて、結果的にエンジン入れた方がスコアが出ました。隕石キャンディは一定距離ごとにスコア生成するので、エンジンとも電気うなぎとも相性がいいですね。バトン後はブルクロだけど、まあロブスターでもブルクロでもきっとそう変わりはないんだぜ。編成についてはそんな感じです。ところでお餅の話なんですが、我が家には正月に食べ損ねて余ってるお餅があるんですよね。でもきな粉はもうないし、砂糖醤油は作るの下手だしで。餅につけるものがないわけです。でもお餅食べたいので、お餅と合うものをググってみたところ、海苔というものを見つけまして、実際に海苔と醤油をつけて食べてみたら美味しかったんだぜ。海苔醤油餅、美味しいのでやったことない人はぜひやってみてほしいです。そんなわけで新ステージ電気うなぎチェック動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。もし。